地を再現したところなんだ。なんだかかわいい。みんな着物なんだね。他の人たちも旅行で江戸の町に来たのかな。すごいね、タイムスリップしたみたい。私たちも着物が着られて嬉しいな。いつものステージ衣装とは違うね。ね、シンプルな着物も素朴な感じがして可愛いね。ミューズにも和風の衣装とか曲があったら楽しいかもしれないね。おお、花代ちゃんナイスアイディア。もうすぐ時代劇体験が始まるって。お芝居の役を選べるみたいだけど、みんなどうする？ふふふ、ほのかは悪い人をやっつけるかっこいい正義の役がいい。ああ、ほのかちゃんならきっと似合うと思うな。花代ちゃんはどうする？私はね、お茶屋の娘さんにしようかなって思ってるんだ。自分に近い役の方がやりやすいかなって思って。いいねいいね。小鳥ちゃんはどの役にする？小鳥？小鳥はね、え？誰か！へへへ、娘さん、かわいい顔してるね。誰か助けておくれ！やいやいやい、何してんだい！誰だ！若い娘を捕まえてこの牢敵。見逃すわけにはいかないぞ。なんでいてめえ、口出すんじゃないよ。その娘さんから手を離せと言っているんだ。さあこっちにおいで。はい。覚えてろよ。大丈夫かい娘さん。あのありがとうございました。ぜひあなた様のお名前を。わざわざ名乗るほどのものではないさ。それじゃ、達者でな。はぁー、ほのかちゃん、かっこいいね。照れるよ、花代ちゃんってば。花代ちゃん、ほのかちゃん、まだお芝居終わってないよ。うん？わぁー、ごめんね、ついうっかり。つい思ったことを言っちゃって反省してます。本番じゃなくて時代劇のお芝居体験だから大丈夫だよ。お芝居ってなんだか難しいんだね。でも自分とは違う人になれるのがすごいかも。うん、まさか小鳥ちゃんが悪い人の役をやりたかったなんて思わなかったよ。こんな機会でもないとできないもん。ミューズのステージも緊張するけど、それとはちょっと違う感じでドキドキしちゃった。お芝居とスクールアイドルは舞台に上がるところは一緒だけど、お芝居は役になりきらないとダメなんだね。その役のことを調べたり、その人の気持ちをちゃんと考えたりしないといいお芝居にならないのかも。確かに、お茶屋の娘さんって言っても元気な人なのか優しい感じの人なのかとかわからないもんね。ミューズのステージだと誰かになりきったりすることはないもんね。いつも思ったままを歌にしたりパフォーマンスにしたりしてきたよね。じゃあさ、もっと私たちらしいお芝居を考えてみるのはどう？ほのかたちだけの時代劇。私たちだけの時代劇？あ、こんなのはどう？おはよう、ほのかちゃん、花よちゃん。今日もお江戸はいい天気だねって。そっか、3人とも自分の役をやるってことだよね。そうそう、今日もほむら屋でお団子食べていかないとか。お団子小鳥ちゃん、一緒に食べていこうよ。でももうすぐ和歌のお勉強の時間だよ。花代ちゃんもほのかちゃんも早く行こう。お江戸なのに勉強しなくちゃいけないの？え、私お団子食べられないの？面白い。自分の役だったらいつの時代でも大丈夫だね。本当の時代劇とかお芝居からは離れちゃったけど、ほのかたちにはこれくらいがいいのかも。そうだね、楽しかったな。江戸
戸の街並みも可愛いし、衣装も可愛いし、ほのかちゃん、花代ちゃんも可愛い。湯葉も美味しかったね。本当はお団子も食べたかったけど、とっても楽しい旅行になったね。チャレンジしてみてよかった。